し目覚め変えちゃう。皆さんおはようございます。今日から、まあ、リーグ戦ということで、まあ、のモチベーション上げて最初の初戦しっかりと勝ち星得られたらなというふうに思います。で、今日の戦い手としては、以前練習試合で一回対戦させてもらったんですけど、今回はしっかりと今いるチームで、まあ、ベストのパフォーマンスして頑張っていきたいと思います。今日の目標としてはハットトリックしていきたいと思います。しっかりと、まあ、モチベーションしっかりと上げていきたいと思います。じゃあ行きましょう。朝はやっぱりお水ちょっといただきたいと思います。はい、今日の朝ごはんブレイクファーストですね。ご紹介しましょう。こちら納豆でございますね。朝ごはんは納豆しか勝たんです。で、こちらが、まあ、あったかいご飯でございますね。こちらが大豆ミートを使用したチンジャオロースですね。はい、チンジャオロースです。はい、そしてこちら3点盛りとなっております。左から昆布、たくあん、きゅうりとなっております。ではいただきたいと思います。いただきます。いや、完食です。ごちそうさまです。シェイキング。ジェム持ち込んでます。いただきます。ピャー、ごちそうさまです。さあ準備していこう。はい、ということでこれから、試合の会場の方に向かっていきたいと思います。今回、まあ、試合する相手なんですけど、まあ、朝言った通りなんですけど、1回練習試合やったことあるんです。でも、もしかしたらそれが、ベストな相手じゃない可能性もなくもないんで、そこちょっとしっかりと意識持って、対戦臨めるようにしっかりと行きたいと思います。え、もう 93% しかない。惜しい。何、あれはどこにボールがあるの？あとの間で、それアリな。うん、うわ、怖い。お疲れ様です。投げます。おお、はい、お、うまいな。ね、あ、すばらしい、慣れてるな。
おお、頑張ってる。すげえな。ニコチン頑張れ。ニコチンやっぱうまい、ね。はい、試合終わって家帰ってきて、シャワー浴びました。今日結果としては1対1の引き分けだったんですけど、ハーフウェイラインからちょっと前のとこぐらいからキーパー前出てんなと思ってシュート打ったら、まあ、入ったって感じなんですけど、打った瞬間にあ入ったみたいな感じでガッツポーズして、周りの元いたチームの人からとかはなんかかっこよかったみたいな感じで言われて、すごい嬉しかったです。1対1だったんですけど、後半に頭打って、後半の残り何分だろう、残り20分ぐらいほとんど記憶ないんですよね。そんな中でもやっぱりそのシュートの精度だったりとか、まだそのなんだろう、40分ハーフ走りきる体力だったりっていうものが足つっててっていうのもあったんで、まあ、しっかり毎日ランニングだったりっていうものを欠かさずやって、今回の試合でトラップとかが結構目立っ、まあ、ミスで目立ってた部分でもあったりとか、あと周りは見えてるけど そこに出すまでがちょっと時間遅かったりとかっていうのがあったんで、友達とボール蹴る回数とかを、まあ、休みだったりとかしたら誘って蹴れる回数増やしていきたいなというふうに思います。その決定機っていうものをしっかりものにするってことで、しっかりと枠内のシュート3本打ったら3本とも枠内とかっていうものを、まあ、意識づけたらなというふうに思いました。で、目標である3点はちょっと取れなかったんですけど、7試合連続ゴールっていうもののまず初戦1得点目達成はしてるんで、まあ次節2試合目4月11日の試合もしっかりと点数取ってチームに貢献していきたいと思います。次の試合も頑張っていきたいと思います。こちらが本日の、昼食ですね。そうですね、動画撮るの忘れたってなって食べたっていうのは黙っておきます。今日はこの本を読んでいきたいと思います。アオアシとかでよくある、俯瞰力の中で鳥の目で見るっていうやつなんですけど、しっかり読んでいきたいと思います。はい、起きました。あれからずっと寝てて、今10時半なんですけど、自分が得点取ったっていうよりもやっぱりチームに馴染めたっていうのが一番俺の中では大きいかなというふうに思います。そのチームに誘ってくれた、まあ、友達なんですけど、チームに誘ってくれたっていうことが一番自分としては嬉しくて、で今回もね、まあ、応援してくれた人とかに言ってくれますかって感じで協力してもらったってこともあって、本当にありがとうございます。試合の動画とか本当に撮ってくれる人本当に嬉しくて、本当にね、慣れない、多分 GoPro とか慣れない中で撮ってくれたっていう中で本当にありがたく思います。これからミリオンカンパニーのつよぽんは頑張っていけますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。本当にまだまだ成長できる中で、本当に100回超えなくても全然その見てくれてる
見てくれてるんだっていう風に思ってるだけで全然力にもなるし、ああこれから頑張っていこうっていう風に思ってたりもするんで、精一杯ちょっと頑張っていきますんで、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。そしたらね、チームも頑張っていきますんで、チームの応援の方もよろしくお願いいたします。ってことで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。コメント等ありましたらぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた明日も有意義な一日をお過ごしていきたいと思います。バイバイ。